ないね、行ってないよ。だって俺遅れて行ってるから行ってない。そう、でも電車で来た気がする。俺だって俺は行ったよ。みんなで行ったって。いいんだよな、4日1半点の話。ロカルミュージックプログラムケイオス TV です。皆さんこんばんは。でっかいナビゲーターの中川翔司です。どうぞよろしくお願いします。はい、アシスタントのアリサです。よろしくお願いします。じゃーん、帽子も似合うし。帽子似合ってますか、ね、これ2本目ね、今日。パリピな感じがね。パリピなのも2回目。そうですよ、言いたかっただけなんですけど。今回がですね、64回目、はい、64回目。現段階、今日の放送の段階 で、はい、ですね、チャンネル登録者数がですね712人。素晴らしい、ありがとうございます。いやいやね、まだまだね、それはね、目標はね、もうどんどんもっともっとですね、何万人とね、それはまだまだ現状ね、こう満足なんか、はい、もちろんね、してないですけどもね、はい、1年ちょっとで700人を超えて、もうたくさんの方がですね、登録していただいている現状でございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ガンガン頑張って、今日もね、楽しく明るい番組をですね、はい、音楽番組を作っていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、では、ケイオス TV の紹介よろしくお願いします。はい、三重県四日市市にありますライブハウス四日市クラブケイオスに出演するアーティストをはじめ、地元のショップやカルチャーなども発信していく地域密着型の音楽配信プログラムとなっております。はい、毎週月曜日夜9時から放送しております。21時から放送配信しております。ぜひともまだですね、チャンネル登録してない方はぜひ今すぐチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、本日のゲストはですね、はい、これがまた素晴らしいゲストが今日は登場でございます。まあ毎回素晴らしいゲストなんですけども、はい、フジロックとかにも出演するようなビッグアーティストが、ビッグアーティストがですね、今日はゲストとなっております。はい、その前にですね、まずはミュージックビデオを見ていただきたいと思います。それではどうぞ。運転手、はい、あんさ、さっきまでずっとこタバコ吸ってたろ。いや、吸ってないですよ。いや、吸ってたろ。吸ってないです。吸ってるよ、くせえんだよ、匂うから。吸ってたろよ。吸ってないですよ。なあ、何嘘ついてんだ、気持ち悪いな。吸ってたろよ。なあ、認めろよ。なあ、おい、ったくよ、これでいいだろ。まさかの2000冊で払ってやるよ、この野郎。なあ、お前も吸ってんじゃねえか、この野郎。なあ、吸ってんじゃねえか。消せよ、くせえから。おい、吸ってるよ、これ。おいおい、なんだこれ、おいおい、なんだよ、こいつら。なあ、おい、なんなんだお前。言えるね、これ。タバコ吸ってんじゃねえか、お前ら。おろせよ、おろせよ、おろせよ、おろせよ。酒飲んで吸わねえっつってんだよ。吸わねえっつってんだよ。おろせよ、おろせよ、三茶の電話。三茶の電話、出して、三茶。何勝手に出してんだよ、おい。おろせよ、おろせ。
見ていただきましたけども、はい、やばいですね、小峠さんが出ておりましたね。出てましたね。っていうかめちゃくちゃかっこいいですね。そうですね。ということで本日のゲストはこちら、オールディック・フォギーになります。宝探しの夜っていうイベントがあって、はい、そのイベントの時によく来てきてくれてる、そのイベントの時によく来てくれてる、はい、というですね、うん、オールディック・フォギーなんですけども、はい、プロフィールを見させていただきたいと思います。東京都出身の、ラスティックバンド、カントリーやブルーグラスを基盤とした、ラスティックストンプを、エモーショナルで、ポリティカルな日本語詞と60年代後半70年代前半の日本のフォークニューミュージック風の温かいメロディーやハードな音で鳴らす。2003年の結成以来年間平均100本のライブで名を広め、さまざまなバンドと共演を重ねるということですね。おります。ちょっと苦戦しましたね。はい、ちょっとじゃないんですけどね。ビッグデオもそうですけど、めちゃくちゃかっこいい。とにかくかつなんていうんですかね、まあプロフィールでもちろんありましたけども、はい、まあ、キャッチーですごくこう入りやすいって言ったらいいのかな。そうですね、ね、はい、聞きやすくて、まあ、歌詞が本当にまだいいと。今回もですねインタビューも撮らさせていただきましたので、はいはい、ね、まずはその映像を見ていただきたいと、はい、思います。それではどうぞ。ケアス TV、イエー、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ最初にあの自己紹介だけお願いできますか。オールディック・フォギーです。そして宝探しの夜のたかしです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カイルバンド。皆さん気をつけてください。たかし君から見てどういうバンド。いやふざけてる風でしっかりしてるなっていうバンドは。でもお金は返さないな。自分たちでどんな感じで言うのかなんか、どこか懐かしさを感じるような歌メロに。めちゃめちゃ難しい。自分だけのほっつけて恥ずかしいじゃん。それでいて、それでいて激しさも、激しさもゆっくりな曲調ながらもこう内面の激しさが出ちゃってるみたいな。出会い、まあ知ったのは夜のトレジャーハントとローターの夜っていうイベントがありまして、過去に僕の前にモーさんっていう人が宝探しの夜っていうイベントやってたんですけど、この人がローターっていう服のブランドのモデルさんたちを四日市に呼んでやった時に、出演者の杉田武ってやつがいたんですよ。モデルの杉田武史が、それにオールディック・フォギーってどんなバンドなのって聞いてた時に、今日メンバーが来るから CD を持ってきてもらおうって話になって CD を始めてもらって、聞いてて気になって探してたら、この時も来た、キーっていう人がいましたね。渋川清彦っていう人、そのバンド、ドドキンズってバンドとオールディック・フォギーが一緒にやる、東京で一緒にやるっていうので、たかし君見てたんだよ。見てたよね。そうなの。言ってよ。それは一方通行で、こっちがまだオールディック・フォギーを伊藤ちゃんに喋りかけられた。いいね。ロフトの前ぐらい。道の向こうからたかし君ですかって。じゃあそこはそっちがします。ああ。前がたかしかね。なるほど。お前が伝説。お前か。何も覚えてない。アランティックかっこいいみたいな。アランティックアベレーションかっこいいねって話をして、伝説のサイコビリーバンドアランティックアベレーションが今日本で一番かっこいいって、誰が俺が言ってたのその時対バンした時そう一番かっこいいって言ってて、あれキー君言ってたのすげえかっこいい。ただ今2位なんだよ。もう1位だ。スケブロック。もちろん僕はだけ電車で来たんですよ。確かにそうで、JR で降りて、何にもないんだけどっていう電話がかかってきて、それも一回 JR で降りるんだけど。で、今日初めて四日市飯店だ。最初に来た時に、四日市飯店でみんなご飯を食べたはずなのに、そうじゃない、みんなで行ったよ。食べ、行って行ったことないっていう。ないね、行ってないよ。だって俺遅れて行ってるから行ってない。そう、でも電車で来た気がする。それだけ俺は行ったよ。みんなで行ったって。四日市飯店の話。ケアス TV。2008年オールディック・フォギー、ずっともうオールディック・フォギーばっかじゃん。そうね、この日はお休みしてて、復活の第一発目で呼んでくれて150人ぐらい来たんだよね。それ以来集客はどんどん減ってきた。その時どう思った、最初来て初四日市の感想。なんかね、すごくお客さんがいっぱいいたし、あ、ないからそんなこと。いや、こんなんで勘違いしてたらダメだ。日々努力。
修行修行の日々って思ったんですよ。と思ったその頃まだマネージャーとかもいなくてむちゃくちゃなことになってたから物販とかも余裕の金を持たれ物販全部連れ帰ったりしますね今でも金は持ってないけどね。ちょっともうちょっと待ってたら金子供が税金すれば12月11日土曜日愛知県名古屋クラブはセットでワンマンをやります。よろしく四日市にもぜひ来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。SNS の DM よりお気軽にお問い合わせください。 OK みんなでロックしようぜ。皆さんのご応募お待ちしてます。ケオス TV。 はい、ということで、戻ってきましたけども素晴らしいですね。宝探しの夜のたかしさんも一緒に、はい、インタビュー出てもらったんですけども、まあ仲良かった。仲良しですね。ね、仲良しですね、はい。いい感じですよね。ああいうのなんかいいですね。ちょっとこうほっこりしますね。はい。はい、ここでしか聞けない裏話が聞けたんじゃないのかなと思いますけどね。はい、今回はレア回ということで。ですね、レア回。ファンの方はね、これちょっと嬉しいんちゃうかなと僕は思いますけどですね。まああの宝探しの夜は、はい、もう多分これもね、ずっと先ほども言ってますけども、何回もケオスでやってくれてる、はい、本当にあの歴史のあるイベントなんですけども、はいはいはい、まあこれからもね、多分ケオスでどんどんやってくると思うんで、オルリコフギケオスでライブしてくれると思いますのでですね、はい、最新情報はですね、はい、SNS を要チェックという形でお願いします。ケオスエンディングです。はい、オールディックホギーに対するメッセージ、そしてクラブケオス宝探しの夜ですね、アリサちゃん長川勝利どれでもいいですもうね、はい、メッセージですね、コメント欄にじゃんじゃん書き込みお願いします。お願いします。はい、そしてですね、今日の動画面白かったなと思う方はですね、思った方はですね、ぜひとも、いいね、
してチャンネル登録お願いします。お願いします。グッド評価ですね。いいね、グッド評価、いいね、グッド評価。はい、はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。以上、ケイオス TV でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。